なんと今回雷神のリングアナを務めさせていただくことになりました。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。はい、本当にね、まあ、皆さんご存知の通り、まあ僕いろんなことやってきました今まで。めちゃくちゃいろんなことやってきたんですけど、はい、でもリングアナやったことないんですよ。やったことないです。やったことないです。実はこれから今リングアナの練習をしに行きます。で、今回は太田慎一郎さんっていう雷神でいつもやってるプロのリングアナの方、もう土中のプロですね、はい、に教えてもらいます。すごいですよ、はい、これまた。すごいです。まあでも、いきなりね、プロのところに行ってやっても、はい、多分何もできないと思うんです。で予習してきたいじゃん。そうです。絶対失敗できないから。うん、でもしこれうまくいったら、また僕がね、雷神のリングアナで呼ばれるかもしれないんだから。ほんとそうですよ。でも6月のタケル天心戦とかも、もしかしたら。もしかしたら。まあないか。わかんないです。でもなんか、なんか携われるかもしれない。だってもう、あの試合、一席、一番高い席300万なんだよ。マジっすか？ VVIP の。やば。本当に。で、もう売れたらしい。すごいんだから、今年6月格闘技界すごいことになるから。まあ、そこに、僕も、あやかりたい。あやかりたいです。あやかりたい。まあ、純粋に格闘技が好きだっていうのもありますけど。なので、まあ今回絶対ミスるわけにはいかないんですよ。だからどうしようかなって考えた時に、この間ちょっとちらっと言った白下さん。はいはい、僕ね、会ったことがないし、面識もないんですけど、はい、たまたまね、共通の知人がいて、はい、まあ、今回の件でコラボしようっていうことになりました。で、コラボするって予定だったんですけど、まあ、ちょっと体調がね、悪かったりとか、どうしても都合が合わなかったりして、なかなかね、時間がなかったです。そもそもこのリングアナ決まったのも超直前なんで。そうです、だって3日後ですよ、うん、大丈夫ですか。スケジュールがないっていうのもあるんですけど、でもなんと白下さん本当ありがとうございますって感じなんですけど、わざわざお忙しい中レッスンビデオを作ってくれました。はい、見てみよう早速。あ、本当ですか。じゃあ今ちょっと行く前に予習しますか。予習しよう。オーケー、初めて見るんで。美咲さん、はじめまして。白下のおしらと申します。よろしくお願いします。ビデオという形にはなってしまいますが、まあ、ボイストレーナーとして精一杯リングアナ、リングコールのレクチャーをさせていただきますの で、 できる。今日はよろしくお願いします。すごいっすよね。すいません、あの鼻声な部分があってお聞き苦しいかと思いますが、ご容赦くださいませ。そしてもう一つ、王子と呼ばせていただきます。勝手によろしくお願いします、王子。それでは早速リングアナ、リングコールのレッスンスタート。はい、というわけで王子が読まれる言語はこちらです。ドン。はい、 A、B、C というふうにブロック分けされておりますね。まずは A ブロック、ただいまより本日の第9試合を行います。ここはですね、まず観客の注目を一気に王子にガーッと集めるパッドでございます。そして B ブロック、次はですね、ファイターのキャリア経歴を読み上げるパートなんですけれども、正確にね、何勝何敗でどういうどこの多さでとかっていうのを正確に伝えるというよりもですね、名前斉藤ってなるよね。これうわーってなるわけじゃないですか、うん、うわーってなる C パートを最高に盛り上げるための、ね、こう助走のパート、期待を持ち上げるパートだと B ブロックは思ってください。そして C ブロックのお名前を読み上げるパートっていうのはもうね、ボーンってぶち上げるパートでございますね。で、これが次のですね、牛久潤太郎さん B ブロックでまた読んで C ブロックでお名前を呼ぶ、これが、繰り返されるわけでございます。さて、まずは A ブロック、ここは注目を集めるパートなので、まず音量は大きく大きくですよ。ただいまより本日の第9試合を行います。ただいまより本日の第9試合を行いますだと、トイレで迷われてるお子様がいらっしゃいますみたいなさ、こういうアナウンスになってしまいますね。違うんですよ、ここはもうみんなの注目をガッと王子に集めるところなんで、大きい声でいきましょう。音程と速度についてはここはあまり気にしなくて OK です。自分の喋りやすい速度で、音程で、ただいまより本日の第9試合を行います。さあ、そして難関の B ブロック、ここが一番難しいです。ワクワク、期待を熟成させるパートでございます。音量はさっきよりも、まあ1段階ね、小さくてもいいんですけども、音程と速度で抑揚をつけることで飽きさせないリングコールにします。まずちょっと一回普通に読んでみますね。青コーナー、173センチ、 56.00キロ、28戦20勝6敗、見分け第10。あ、長いよ長いよ長いよってなっちゃうんですよ。長いよってなっちゃうんです。長い、早く名前呼んでよって、ハイトって呼んでよってなっちゃうんですね、うん、なので抑揚をつけていきます。まずは音程、これ低いから中くらいって書いてあるんですけど、どういうことかっていうと、青コーナー173センチ、56.00キロ、28戦20勝6敗言われ、第10代世界フェザー級王座、初代雷神フェザー級王座。こんな感じで手とか使ってもいいので、最初はちょっとこう高いところと、はーってところと、こうなんか福山雅治さんみたいなダンディーな声のところと、ちょっとなんかヒゲダンとかみたいな高い声をちょっといい声入り混ぜることによって、音程でまずは抑揚をつけます。結構難しいんですよ。で、緊張しそうだね。もう一つやばいっす、これでもね、まだね、ちょっと長いよ長いよ長いよ、早く名前呼んでよって言って、うおーって痛いよってなるんちゃうので、速度も変えます。青コーナー
173cm 56.00kg 28戦20勝6敗に分ける。第10代シュート世界フェザー級王座、初代ライジングフェザー級王座、斉藤いけそうじゃないですか。音程で上下をつけて、すげえ、ちょっとこう駆け足になるところと溜めるところと、これを作れるかどうかで、これね、 C ブロックの斉藤優太君できれるかな、これだけこうバーンって爆発できるか。やっぱりこう大きく見せるためにはその前を小さく見せるっていうね、こうなんかやっぱりこう比較なんで、基本的に人間の耳っていうのは なので B ブロックでなるべく抑揚をつけて、 C ブロックをいかにこうボーンって見せるかっていうところが重要になります。そして C ブロックはですね、音量はフルパワーマックスなんでございます。で、音程はやっぱり高い声、最後速度はですねゆっくりいきましょう。斉藤優太君って、まあ、あの読まれないと思うんですけど、斉藤優太でね、あのお名前と名字の間スペース空いてるところで、あの息を吸ってもいいので、ここにゆっくりゆっくり読んでください。もうあの会場中にこうリバーブエコーがブワーってここがいい感じになると思うので、よりね本番は気持ちよく言えると思います。さあ、じゃあちょっと最後一緒に王子一緒に読み上げてみましょう。まあ、ちょっと全く一緒じゃなくてもいいので、なんとなく感覚つかむためにやってますよ、はい、ただいまより本日の第9試合を行います。青コーナー、言うタイミングないじゃん。56.00kg 28戦20勝6敗に分け、第10代シュート世界フェザー級王座、初代ライジンフェザー級王座、斉藤ユタカすごすぎ。これできるかな。これすごすぎる。あーってなるわ。なるっすよね。赤コーナー170cm 54.50kg 25戦19勝6敗、第10代ディープフェザー級王座、第2代ライジンフェザー級王座、ウシデジェンダー出ないよこんなの。自信なくなってきた。大丈夫かな俺。これはファーッてなりますよね。なるわ。まあ、ただですね、まあ、こうやって読んだ方がいいですよ、こうやって読んだ方がいいですよ、こうやって読んだ方がいいですよって、まあ、口うるさくね、ボイスランナーなんで言ったんですけど、きっとですね、まあ、会場に来てるお客さんはですね、王子のリングコールが聞きたいはずなので、王子の、まあ、今持ってらっしゃる素晴らしいお声で、その魅力が、まあ、最大限発揮されるような、まあ、エッセンスだけね、こうなんか取っていってもらって採用していただければいいかなと思います。王子のリングコール、リングアナ、成功を祈っております。頑張ってください！ありがとうございます。